皆さんおはようございます。どうも加賀太鼓部です。これから、演奏させていただきますが、その前にまずですね、部員の軽くですね、部員の紹介と、あと加賀太鼓部の、総務に関する話を少しさせて、いただこうと思います。まず、加賀太鼓部、皆さんの方から向かって左から、機関課原口三曹、機構課長尾三曹、専務課住崎二曹、専務課畑谷師匠、蓬莱課、私白石総長、あともう一人、給与の方で、荒木三曹という、6名で、活動しております。どうぞよろしくお願いします。まず総務なんですけども、総務に至った経緯として、先ほどマイクで、何度か、ご説明させていただいている通り、本館平成29年3月に、就役しました。それと同時にこの加賀太鼓部も、創部、させていただいております。創部に至って、この、本館の加賀という名前に由来する石川県、この石川県に、伝統工芸品として加賀太鼓があります。この加賀太鼓を、作って、長く、作って、もらっている、浅野太鼓さん、この浅野太鼓さんに、ご尽力いただいて、今日まで活動をさせていただいております。これから、本館、演奏させていただきます、曲名なんですが、行き足という曲名です。この意味というのは、船のこの行き足というのは船の進む力、勢いのことを言います。船乗りの中では勢いのある人間のことを、あの男は行き足があるというふうな言い方もします。この曲も浅野太鼓さんの、演奏を、担当して、演奏の先生がいるんですが、この先生に作っていただいたオリジナルの曲です。訓練も、いろいろ立て込んでおりましたので、なかなか練習する時間も取れませんでしたが、取れませんでしたので、もしかすると、お聞き苦しい点もあるかもしれませんが、最後まで聞いて、いただくと幸いと思っております。それでは聞いてください。加賀太鼓部、序章、行き足。
ございました。ああ、どうもありがとうございました。またここからも演奏いたしますので、もし胸の方に、皆さんいたならばどうぞお聞きください。よろしくお願いします。